証言や証拠を慎重に検討した結果、Google は独占企業だという結論に達した。問われていたのは、Google がインターネットの検索などの分野で公正な競争を妨げているのではないかというものです。Apple などのスマートフォンメーカーに数兆円の対価を支払う代わりに Google ググ検索を初期設定にさせていたことが 他社の参入を阻んでいるとして、違法だと認定されました。グーグルは判決を服として、上訴する方針です。